はい、皆さんこんにちは、ふみやです。今日は、ドルフィンフリップのハウトゥーをやっていこうと思います。じゃあ行ってみましょう。しないと、中途半端にテールヒットするとノーズが上がってこないまま前足で振り抜いてもノーズがね地面に当たっちゃったりして回転してこないので、しっかり、ちゃんと立ち上がってくるまで待ってから前足を引っ掛けるっていうのをね意識するといいと思います。で、上がってきたノーズのこの中心よりちょっとキックフリップ寄りのところかなをめがけて進行方向に行くと振り抜くとこういう回転になるんですよ。まっすぐから見ると真ん中よりちょっとこっち側キックフリップ寄りですね。僕グーフィーなんでこっちなので、まあレギュラーの方だったらこっちです。なのでここ蹴るとこっち側にこう傾きながらそう入るのでこういう回転になります。なんでね、たまに僕もミスでやるんですけど、本当にど真ん中蹴るとこういう回転になりますね。コツとしては、まあ、しっかりテールヒットしてこの上がってきたノーズの中心よりちょっとこっち側ですね、しっかり振り抜いてこういう回転になります。で、これ難しいところが体の真下で回すっていうのがすごい難しくて、前にこう飛ばしながらだったら回ります人、まあ僕ももちろん最初そうだったんですけど、でそういう人は、まあ、何が原因かっていうと、こうテールヒットしてこのドルフィンをかける前足を引っ掛ける場所が自分の軸よりやっぱ前の方で蹴っちゃうと吹き飛んでいきます、こっちに。なのでそして前足を引っ掛ける場所をなるべく自分に近いところまでこう引き寄せてから回転入れてあげると、まあ、自分の体の真下なり自分に近いところで回ってくれるので、まあ、そういう意識の仕方がいいんじゃないかなと思います。あとはねビビらずにもういいイメージが湧いたらもうちょっと腹くくって気合い入れてやってもらうのがいいんじゃないかなと思います。中途半端にねやるのが一番危ないんで、ここまでいけるいけるってなったらここでスケボーが立ってくることもあるんでこれだけね皆さん気をつけてください。あとはね何回か乗れるようになってくると、まあ、こうテールヒットして小前足引っ掛けてっていうそのタイミングがそれぞれ、ね、分かってくるとすごいこう力入れなくても回転かかるようになってくるので、ぜひねポイントというかやっぱ人それぞれやり方も違うので、ちょっと自分なりにいろいろ試行錯誤してやりやすい方法を、ね、見つけてください。一回テールヒットでこっちに来てるのに次こっちに回転するっていうね、ちょっと、まあ、僕も最初は外国人さんがやってる動画で見たので、なんじゃこの回転と思って面白いなって思ってその動画研究してできるようになったので、ぜひね皆さんも、チャレンジしてみてください。また何かトリックのリクエストなどあればコメント欄なり、インスタの、メッセージ、待ってます。まあ、あとは高評価やチャンネルの登録していただくと僕もモチベーション上がっていっぱい動画更新できると思いますのでよろしくお願いします。じゃあ